ヤードもダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて実況プレイ始めていきたいと思います。さて、じゃあ閉会式の方、表彰式か、に移っていきたいと思います。ポケモンの方でも説明させていただいたんですけれども、同じくらいやってません。まあ多分1週間ちょっとやってないのかな。お、それでは改めてポケモンの癖で表彰式を行います。さっきまでポケモンやってたからね。ハンプリールーキーチーム、どうぞ舞台へ。さーて、まあグロッタの街もこれでね、それではなんとか優勝賞品の追われてよかったです。ちょっと待ってくれ。なんだなんだ。本来表彰式ってのは場が温まってる時にやるものだ。お客さんもこれじゃ盛り上がらない。そこで提案だが、優勝賞品をかけてエキシビションマッチをやろうぜ。どちらが上か白黒つけようじゃないか。何？お、盛り上がるんだ。まさかのエキシビションマッチの提案に会場も大いに盛り上がっています。さすがはチャンピオン、心得ています。これでも後には引けなくなったな。そう、あの薬はもう使えないよね。なんてな。もう俺はエキスなんかには頼らない。正々堂々勝負するとしよう。行くぞ。勝っても負けても恨みっこなしだぜ。オッケーって思ったね。確かね、これ余裕で打ち勝てるんですよね。よし、締めようぜ。炎の爪持ってるの強いね。やってやるぜ。あら、ほら余裕なんすよ。まあガンガン行こうぜしてるからさ、そのまま戦っちゃいましょう。さあ、余裕、めっちゃ余裕、めっちゃ余裕。エキスないとこんなに弱いんだね。ハンフリー、なんだか弱くないか。一体どうしちまったんだろう。お見事、チャンピオンという名誉を受け取れるほど俺は実力もなければ立派な人間でもない。賞品はお前が受け取る方がふさわしい。お前たちのおかげで格闘家としての良心を取り戻せたような気がする。気づかせてくれてありがとな。ハンフリーはね、本当に人間ができてるよね。ハンフリー、かっこよかったぞ。ハンフリー、今までいい試合を見せてくれてありがとな。あんたは立派なチャンピオンだったぜ。感動かよ。ハンフリー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 ちょっと忘れになります。これずっと続く、ずっと続くのこれ。あ、涙が。頑張って、またハンフリー、こういうのがいいよね、イレブンって。チャンピオンであるあなたに優勝賞品である虹色の枝の贈呈を。大変です。何？虹色の枝が盗まれてしまいました。え？虹色の枝があった場所にはこの仮面が。ローやろ。この手紙はあなた宛てのようです。ニグンノワ城跡にてお主を待つ。見せたいものがあるでな。それまで虹色の枝はお預けじゃ。なんと最後に思わぬ大波乱。
優勝賞品の虹色の枝がロー選手によって盗まれてしまいました。これ初見だとさ、もうはぁって思うよね。新チャンピオンさんはユグノア城跡で虹色の枝を取り返すことができるのでしょうか。そんな公に言うなよ。でもさ、なんかね、展開知ってるとすげえね。それって彼の故郷なんじゃ。よく知っとんねん。めっちゃ感動すんのよ、こっからね。いや、マジで作り込まれてるからね。みんな楽しんでね、ドラゴンクエスト見ていきましょう。さて、じゃあユグノア城跡地に行くということなんですが、ローとマルティナは一体何者なんだろうねっていう話なんだよね。でさ、イエローオーブはさ、結局もらえたのかな。これもないとダメだもんね。今回の優勝商品が盗まれたのは、ひとえに我ら運営側のミスでございます。なんとお詫びしたらよいのか。しかし盗まれた商品につきましてはこちらで責任を負いかねます。すいませんが、そういう規則なので。確か犯人はユグノ、うん、そう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 。で、ちょっとね、レベルをね、ちょっと裏で上げておきました。昨日ね、夜勤中にやっていました。実はね、2時間くらいかけてレベル5くらい上げたんですけど、主人公レベル25、カミがレベル24、ベロニカレベル25、セーニャレベル23、シルビアレベル23まで上げました。あのね、マジで攻略とか一切見てないんですよね。で、あのクモを倒した時の適正レベルが23とかだったんだよね。で、主人公がレベル20の時に行っちゃったから、めちゃくちゃ苦戦したってわけ。そうだから、次の撮影までになんとかレベル上げをしておこうと思って、ここでひたすらこいつら借りまくってたっていうね、お話なんですよ。じゃあユグノア城跡地に向かっていきたいと思います。あ、そうそう、めっちゃ余談なんだけど、この前ドラゴンクエストアイランドに行ってきました。そう、ドラゴンクエストアイランドに行ってきたんだけど、めちゃくちゃいいね。くっそ楽しかったよ。今ね、ゾーマのイベントがやってるんだよね。だから、まあ、ゾーマっていうと、ドラゴンクエスト3かのタイトルになる、作品なんだけど、めちゃくちゃ良かったよ。あの淡路島にあるから、みんなね、行ってみて。なんかクエストを行うっていうイベントなんだけど、それがだいたい普通のクエストで3000いくらでできて、それが1時間くらいのクエストみたいな感じなのかな。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、これいけんくね。これいけんくね。あ、なるほどね。了解了解。そう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 。っていうドラゴンクエストアイランドね。うん。淡路島に行ってきて、超良かったよ、本当に。でね、ぬいぐるみ、何？降りた先に、玉ねぎが。で、お土産屋さんで5000円以上買うと、ゾーマの絵と、これなんだ、キラーパンサーとキラーマシンが映ってる袋がもらえるの。マジでこれいいから、みんなね、ぜひ行った際は5000円以上のお買い物をして、この袋もゲットしてください。で、あのお土産屋さんでは、僕のぬいぐるみを買いました。ちょっとね、あの僕編集でまだ全然やれてないから、あの書けない、じゃ書けないじゃないわ、編集で入れれないんだけど、画像をスライムのぬいぐるみと、淡路島ってあれが有名なんだよね。ちょっとこれどうやって登るんだ、無理やん、これ。いや、淡路島って玉ねぎが有名で、玉ねぎのキングスライムっていうのがあってね、そのぬいぐるみを買いました。めっちゃ可愛い。で、僕のこの編集とかゲームするスペースに今置いてあるんですけど、ぜひね、僕の概要欄にツイッターとか貼ってあるんで、そこに載っけとくんで、ぜひ見たい方はね、その写真見てください。
本当に楽しかった。ドラゴンクエスト好きな人はね、ぜひぜひ行ってみてくださいって話です。あ、やばいなこれ。これさ、なんかあんのかな。あ、奥に行けんのか。なるほどね。そうじゃん。これストーン、オッケーオッケーオッケー。怖いよねっちゅう話。ベロニカがメラミを覚えたのがめっちゃ、カウンター。なんで逃げる。違うよ違うよ、君じゃないって、君じゃないって。でこっち側に行って、なんかあるんじゃない。シルクソー、オッケー、宝箱をゲット。ギグノア金貨か。今マジでくっさるほど金あるからいらないんだよな。だったらなんかの装備とかだったな。今どこまで来てんだ。ギグノアと、あーなるほど、キャンプで一回セーブポイント作りますか。じゃあこれね、ここら辺とかさ、なんかあるわけでもないね。そういえばさ、モンスターハンター買う、みんなサンブレイク。僕はねもう買う気満々っていうか、もう予約もしちゃったからさ、もう発売日のすぐ動画作ってあげようと思ってるんで。どういう風にやっていこうか。ただ普通にモンスター買っていくだけの動画にするか、それか、ちょっと声降りれんな。モンスター買っていくだけの動画か、新しいもん、なんかなんていうの、僕弓使いだから弓の攻略法とか言うてないんだよな。俺そんなに上手いわけでもないし、スキルとかめっちゃ真似してやってるだけだから、それは難しいんだよな。ただ単に楽しむような動画を作りたいから、あんまり伸びないんだろうねそうなんだよな、別に攻略とかでもないんだよな俺の動画とかって。で伸びるって言ったらそういう動画が伸びるんだけどね、ただ単に自分がゲームを楽しんでる姿を見てもらいたいだけ。きっと好きになってくれる人もいるからね、何人かはさ。さてじゃあここら辺の物色をやって、次ねユグノア城のイベントをやっていきたいんだけど。命の興味でかい。これもこのデータではさ、もうさすがにやんないんだけど、レベル99までにしてもう全部カンストさせるっていうの、さすがにやんないから、もう木の実ガンガン使っていくんだけど、今めっちゃやってんのね俺今。頑張ってレベル99にしてステータスカンストさせて、あ、最後のボス戦うみたいなね、超強い敵がいるから。カラーストーン採掘場ってあれじゃん、ベロニカかわいい。ドラゴンクエスト7だね。エデンの戦士たち、エデンの戦士たちね、やりたいよね。ピオラの杖、ほう、ちゃうちゃうちゃう。わかるじゃん、いいよ。ここでのあれは取ったでしょ、あとここか、残りはここ探索して終わりかな。とりあえずどうやって入るんだ。むっ、魔力の土、これ入れんの。下登ったりとか、なんかそういうオペではなさそうだな。うん、入れなさそう。
よし、じゃあ15分経ったんで、ここね、キャンプして終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。